先日の動画でプレイステーション5の在庫がこれから結構すぐに増えていくと思う理由っていうのを話しました。そちらについてもう少し分かった話が来ましたので、そちらをご紹介しようと思います。それがまず一つで、その動画の最後の部分で、それに加えて日本に在庫があまり回されていない感じがする理由っていうのも話すというふうに話しましたが、それはね、この動画の中で話していこうと思います。でそれが終わった後尺を見て、尺によってはまあこのどれかの話をしようかな、これ全部あのネタ帳とでも言いましょうか、私が現在まとめているリークであるとか公式情報であるとか、それはねタブごとにまとめたものです。まあ、効率は悪いまとめ方なのはわかるんですけど、まあネタ帳みたいなもんだと思ってください。多分これかな、これが一番早く終わりそうだ時間的に。まあ、それを踏まえた上で、どうも皆さんこんにちは、カイカイです。早速内容入っていきましょう。で、まずね、前回の話の続きということで新しい情報が出てきたっていう話をしたんですが、どういう話が出てきているのかというと、まず一つ理由ですね。私が以前の動画で軽くまとめましょうか、以前の動画の内容。まず、マイニングの需要が低下する。で、かつ、供給もね、シンプルに増加するから、おそらくこれから在庫状況は良くなっていくっていう話で、マイニングの需要が低下するっていうのがどういうことかというと、私が注目したのがイーサリウムのマイニングですね。イーサリウムのマイニングっていうのがそろそろできなくなるんですよ。イーサリウムが、プルースオブワークから、脱却っていうか、プルースオブワークやめて、プルーフオブステークに移行することによって、マイニングをしなくなる。ことになるんですよね。で、マイニングしなくなると GPU の需要って下がるんで、その分の需要、その分の在庫がこちらに回ってくることによって PS5 の在庫も増えるだろうっていう話をしました。で、マイニング需要が低下する、実はもう一つの理由がありまして、しかもですね、そちらに至っては、なんと、もうすでに始まっております。で、それが何なのかというと、ビットコインのマイニング禁止令が中国の方で出始めてるんですよね。確か、ちょっと今記事出してなくて、ちょっと記憶違いだったら申し訳ないです。なんで、情報 100% 正確だとは受け取らないでほしいんですけど、確かシェンチェンあたりだったかな、かどっかの、区がそのマイニング禁止令を出したんですよ。ビットコインマイニング禁止令、イーサリウムじゃなくてビットコインの方ですね。でビットコインのマイニング禁止令が出てきたことによって、ビットコインマイニングが止まる。で、かつ他のエリアにおいても、それを見て、まあ、こっちにも同じ禁止令が来るだろうっていうことで、ビットコインのマイニングが、ゆっくりと、遅くなってきている、減ってきているっていう状況があるんですよね。で、ビットコインのマイニングっていうのが、確か ASIC だったかな。ASIC マイニングって言って、GPU は使わないんですよね。GPU ではなく ASIC マイニング。で、こちらもマイニングの低下を招く。ですけども、別に GPU の需要が減りはしないんだから関係ないじゃないかと思いきや、まあ一応ね ASIC のチップ製作に使われているファブ容量っていうのが、例えば GPU に回ったり PS5 に回ったりっていう可能性もね、GPU 直接的な部分というよりかは、というより影響は少ないんですけども、そういう影響もありますし、それに加えて失礼、ビットコインですね。ビットコインのマイニングが減ると、結局ビットコインってなんかその最強の仮想通貨みたいなイメージがあるんで、ビットコインにみんなついていくんですよね。なんでビットコインのマイニングが減れば他のコインのマイニングも減る可能性が結構ありますし、かつビットコインのマイニングがなくなるとなると、ビットコインの価格が下がる可能性があるんですよ。で、ビットコインの価格が下がった場合、他のコインの価格も下がる傾向があります。で、他のコインの価格が下がれば他のコインのマイニングも減るっていうね、そういう連鎖反応が起きて GPU 需要の低下もね招かれるんではなかろうかという話です。これがいいニュース。ただし悪いニュースも一つ出てきておりまして、 GPU の制作をしている一部の中国の区の中でまたコロナのね、再発が来ております。まあ日本なんてね第4波なんかやっておりますけども、あちらもね第2波だか第3波だか第4波だか知りませんけども、新しい波が一部来ているという話です。で、それによって、こういうチップ制作であるとか、GPU 制作をしている場所の確かキャパ 50% ぐらいでね運用している部分があると。で、キャパが減ってしまうことによって、キャパが減るというか、運用容量が減ってしまうことによって需要は下がらない、まあ、需要は下がった部分もあるけど、供給がね、下がってしまうんですよ。供給下がってしまうと在庫が減ってしまうという話ですね。なんでいいニュース悪いニュースあります。まあ、今回の話においては多分いいニュースの方が少し強め、つまり総合的に見ると、在庫はいい方向に向かっていくっていう風な形になるとは思いますけども、その辺はね、皆さんご自身で、その判断していただけると嬉しいです。さて、続いての話が今日話す予定だった日本の需要というか、
日本の供給量が少ない理由ですね。さっきから需要と供給間違えてばっかだな。日本の供給量が少ないと感じる理由、つまり PS5 が海外にばっかり送られてて日本にはあまり台数が送られてきていない理由、そういう部分について話していこうと思います。まあ、こちらに関しては非常にシンプルな話ですのですぐ終わります。そのシンプルな理由っていうのが、日本はすでにプレイステーション化が進んでるから別に渡さなくてもいいという、それだけの話です。まあ、渡さなくていいっていうか、もちろんね、間にね何ステップか挟みますけども、要は日本っていうのはすでにプレイステーションユーザーが大半の割合を占めております。スイッチはここでは一旦考えません。プレイステーションとスイッチはそこまで競争してませんので、スイッチは一旦置いておいて、プレイステーションと Xbox、 この2つの対立構造っていうのにね注目するんですが、プレイステーションの方が Xbox に圧倒的に勝ってるんですよ、日本においては。すでに、なので日本にあまり台数回さなくても別に Xbox に人が流れてしまうことってほとんどありえないんですよね。今更なんか日本人の中で掲示板とかオンライン掲示板とか見てると、あ、プレイステーション買えなかったから Xbox に移行しましたっていう人結構いますけども、それはあくまでもネット上の話で、実際販売台数とか見てると、Xbox の方に移行してる人なんてほとんどいません。というわけで、ソニーとしては別に日本に台数出さなくても競争相手にそのユーザーベースが流れてしまう心配っていうのがほとんどないんですよ。だったら、わざわざその心配がない場所にプレイステーションを送るくらいなら、他のその Xbox の影響がもう少し強くて、そちらでちゃんと競争しないといけないっていう場所において、そこで在庫を確保するっていうね、ことをしているかと思われます。なんか変な例えですけども、戦争に例えてやると、敵兵力が弱いところに自分の兵士は送り込まないよねっていうね、そんだけのシンプルな話です。過去にも同じ例がありまして、任天堂スイッチが出てきた時もかなりこういうことがありましたよね。結構海外のその在庫っていうのはあったにもかかわらず、日本っていうのはスイッチがもうずっと品薄、ずっと品切れだったんですよね。で、その理由についても、もちろん単純に制作台数が足りなかった分もあるとは思うんですけども、かなり大きな影響として、日本においてあまり台数が送られていなかったと、そういう部分があったと思います。私もね、その頃まだ高校通ってたんですけども、真夏にチャリこいで探しに行ってましたね。ものすごい汗かいて何度か手に入れましたけども、でその後センター試験でガチマ潜って2勝しましたんでね、ちゃんと願掛けもしましたちょっと違うかもしれないけど、まあそれはさておき、そういう事例もね、あって、そういうところから分かる通り、この日本においては別にその競争相手がいないであるとか、競争相手が弱いっていうことによってあまり台数を送り込もうとしていないっていうね、そういう理由になっております。まあスイッチの時はあまりこういう話は見かけなかったんですけども、このプレイステーションに関してはやっぱりその前科というか、その例えばジャパンスタジオの解体であるとか、そういうことがあったせいで、この在庫があまり回されてない理由を日本軽視だっていうのをねよく見るんですけども、多分日本軽視じゃないと思います。ソニーに日本軽視の兆候があるかどうかっていうのはここでは議論しません。それはまたね別のところでちゃんと考えて判断したいところでありますけども、今回の事例に関しては日本軽視っていうのはほとんどないと思います。もう非常にシンプルに競争相手が貧弱だから、そこで競争する必要なんかはない、在庫が落ち着いてからしっかりと供給しよう、それだけの話だと思います。で、このタイミングで尺を見てやると結構時間はまだありそうですので、こちらの話をしましょうか。えい、こちらですね、Call of Duty Warzone のアップデートにおいて 120fps が追加されたと。で、この 120fps が、追加されたっていうのは、まあ、私としては非常にどうでもいい話ですので、そこには注目しません。何に注目していくのかというと、これがPS5 版のゲームではなく PS4 版のゲームが、広報互換モードで利用されている中で 120fps を出しているという意味です。で、これの何が特別なのかというと、最初、PlayStation 5が出てきた時に 120fps サポートっていうのは非常に難しかったそうです。PS5 版のネイティブゲーム、要は、PS4 アップグレード版、あ、違うな、どういう言い方がいいかな、あ、広報互換モードで PS4 タイトルを遊んでいる場合と、そのゲームの PS5 リマスターというか PS5 アップグレード版っていうのは、一応ゲームとしては2つ全く別物の取り扱いになっているんですよね。で、そういう場面において PS5 版であるとか PS5 アップグレード版っていうのは結構簡単に 120fps 対応させることはできるらしいんですけども、最初出てきた時 PS4 の広報互換モードにおいては120は出なかったそうです。で、その理由っていうのがあんまり詳しくは語られていないんですけども、多分ソフトウェア対応の面で
PS4 Pro っていうのが120出せなかったから PS4 Pro の高保互換モードで遊んでいる以上60以上は出ませんっていうね、そういう話かと思います。詳しい理由っていうか、まあ、大筋そうなんだけども、そこのもう少し詳しい原理とかは分かりませんけども、まあそういうことがあるわけですが、ここの、Call of Duty Warzone のアップデートにおいて 120fps の追加っていうのは PS5 版ではなく、PS4 版の高保互換において利用されてるんですよ。はい、つまり何が起きたのかというと、おそらく PS5 のファームウェアの部分であるとかソフトウェアの部分であるとか、そういう部分において何かしら変更があって 120fps を高保互換モードでも出せるようになったみたいです。まあおそらく何かしら PS5 版と PS4 版の間、その中間にあたる高保互換かつアップグレードモードみたいなね、そういうものが追加されたんじゃないかと思いますけども、そういうことがあったことによって高保互換モードのタイトルにおいても 120fps が出せるようになったという話になっております。まあこれの何がいいのかというと、これから、もう少しね 120fps をサポートするタイトルが PS5 向けに出てくるかもしれません。一応 PS5 に向けて出てくる新作っていう点では 120fps は入れるのはそんな難しくありません。逆に入れられていない理由っていうのはもう非常にシンプルに、それを必要としている人があまりいないから。まあ言うてね、120fps 絶対くれっていうのは FPS プレイヤーと、あとは珍しい人が何人かっていうね、そんくらいなもんなんで、そんないないんですけども、こういうねタイトルにおいて後方互換モードで 120fps 追加できるっていうのはかなり嬉しいですね。私は興味ないですけども、興味ある人はねかなり嬉しい内容じゃないかと思います。ということでこの動画はこんなもんにしましょう。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画チャンネル、ツイッターなど動画説明の方にリンクしておりますんで、ぜひご確認ください。ということでありがとうございました。バイバイ。